こんにちは。勝山までいくらだいと声が消えて聞こえそうなこの美作樽尾駅から放送をお届けしております。ここはですね、男はつらいよ、虎次郎、紅の花、要するに48作最終作で冒頭のシーンでね、撮影された現場なんですけども、今でもこうね、この地を訪れる方が後を絶たないということらしいです。駅も非常にね、綺麗に整備されていて、外の景色ね、すごいですね。これ本当に日本の駅って感じがしますね。すごいね。映画じゃなくてもしんみりしちゃうね。で、ここにね、あの石碑が立ってます。ここ駅のところに。無人駅なんで行ったり来たりが楽なんですよ。これ男はつらいよ、ロケ地ですよってありますよね。これ美作樽尾駅と、こういう風になってますね。もう感無量です。ここにね、20数年前渥美清さんとそのロケ隊スタッフさん一同が来て命を懸けた撮影をしたのかなと思うと、私もこれ YouTube ですけどね、命はちょっと懸けてないかもしれませんけども、来れてよかったなと思います。葛飾柴又でなくても虎さんには会えるということでございました。速稼塾の久保でした。はい。